福島信春は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属していた元町教師。おじに福島各一、父方のいとこに福島マサルがいる。1963年におじの京都福島各一旧社所属の騎手候補となり、1969年に騎手免許を取得し、同級者より騎手デビュー。1976年に 立東諏訪最地級舎所属。1980年には、立東鹿戸工事級舎所属と渡り歩き、1984年に、騎手引退。いとこである、福島マサル級舎の調教助手へ転身する。騎手成績は、中央通算線118線62勝。1988年に調教師免許を取得し、翌1989年に級舎を開業。 初出走は、同年3月4日の阪神競馬第6競争の、ハーバーウェイで12着。初勝利は、同年3月25日の阪神競馬第12競争で、腰地ダンサーで、延べ14戦目であった。1991年4月3日に管理馬が、地方競馬で、初出走し、同年5月12日に、京半敗を、イクノリクタスが制し、重賞初勝利を挙げた。 翌1992年には、イクノディクタスが JRA 賞最優秀5歳以上品馬を受賞した。また、99戦出走し、15歳まで現役だったミスター当人も管理馬であった。騎手は村本義行の起用が特に多く、イクノディクタスやミスター当人などの有力馬のほとんどに起用しており、旧社の主戦騎手であった。村本が引退した後は、 主戦というほどの偏よりは見られず、藤岡祐介や中村正幸が比較的多い程度である。2018年2月28日付で定年のため、長教師を引退することになった。太字は、GI 競争太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。長教師12名が優待、引退日本中央競馬会。 2018年2月13日閲覧2015年レース。結果ジャビスサーチ2015年2月2日閲覧。ありがとうございます。